内先生が学部3年生だとしたらどこに就職したいですか？起業する話です。1、中堅の証券会社のプロップトレーダー。会社の資金を使って株、FX や先物でトレードをする仕事。固定給が少なくほぼ完全成果報酬型。儲かったら1億円プレイヤーも目指せるし、ダメだったらクビ。大手は採用をやめたが、豊か証券、三田証券など中堅の証券会社で採用を行っている。2、東和再保険株式会社。保険の保険会社。保険会社がリスク分散や収益の追求を目的として保有する保険責任の一部または全部を移転し、別の保険会社がそれを引き受ける保険のことを再保険という。日本では唯一の総合再保険専門会社。3、ジャフコグループ株式会社。日本最高最大のベンチャーキャピタル。未上場のベンチャー企業に出資して株式を取得し、将来的にその企業が上場した際に株式を売却し、値上がり益の獲得を目指す投資会社。4、地主株式会社。事業用定期借地権を活用した不動産投資手法で不動産金融商品の開発を行っている。デベロッパーよりも手触り感のあるユニークなビジネス。これです。どれも採用数が少なく入社が難しいですが、ユニークなビジネスモデルに惹かれました。